それは人体錬成の陣。ちょっと言ってくるわ。鋼の錬金術師最後の錬成にな。エド、エドの、エドワード・エロリッカー。Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Ototo, 連れ戻しに来たか。だがどうやって人間一人を引っ張り出す？バイカは？お前の肉体を差し出すか。大カならここにあるだろう。でけえのがよ。こいつは俺の真理の扉だ。手ごたどう使おうが俺の自由だ。違うか？そうきたか。しかしいいのか？真理の扉を失えば二度と錬金術を使えなくなるぞ。そうだな。確かに。この扉の向こうには錬金術の全てがある。でもおかげで踊らされたよ。真理とかいうものを見せられて錬金術で全てを解決できると思い込んだ。だけどそれは間違いだった。ただの傲慢だ。錬金術も使えないただの人間になり下がるのか。なり下がるも何も最初からただの人間だ。キメラにされた女の子一人助けられないちっぽけな人間だ。いいんだな本当にそれがなくても。エド、鋼のエドワードか。エド、エドワード・エロリック。エド、エドワードさん。エド、エド、錬金術がなくてもみんながいるって。正解だ錬金術師。お前は俺に勝った。持っていけ！全てを！勝手口はあっちだ。エドワード・エルリック。無茶しやがって。兄さんこそ。おお、気づいた。大丈夫か、アルフォンス。サンパノさん、ダリウスさん、みんな、父さん。よう、お帰り。うん、ただいま。あったかい。アル様。ん？アルフォンス様。ごめん、辛いことさせちゃったね。ありがとう、メイ。ラジオキャピタルをお聞きの皆様、本日アームストロング少将とマスタング大佐率いる部隊が中央司令部議会棟を占拠しました。これは軍上層部の動きを阻止するためのもので、彼らは国民の大多数を犠牲にする錬金術の大実験を企てていました。